このシーズン初めは本当にありがとうございました。自分も、まあ、神奈川出身として、まあ、地元でバスケをできるっていうのは本当に嬉しくて、で、まあ、今シーズンチームとしては、まあ、目標達成できなかったんですけど、本当にいい方向に行ったかなと思いますし、まあ、個人的にも、まあ、あまり試合には出れなかったんですけど、自分のできる限りのこと、まあ、それはもちろん選手としてもそうですし、通訳としても、まあ、チームの、まあ、助けになれるように、まあ、精一杯頑張ってほしくなりました。今後どうなるかはまだ分からないんですけど、まあ、本当にここにいる古澤さんの皆さんの、まあ、応援とかの、まあ、おかげだからこそ、まあ、自分も10年以上プロの世界でやっているので、まあ、また必ずどこかで